漁光ねリーユエ七世という立場の中で彼女はよく頑張っているけど私が責任を負う対象は私の船と船員たちであってリーユエ七世なんかじゃない行幸はいつだって素直じゃないけど昔私に対する不満をぶつけてきたことがあった <laughs> 彼女が私のことをどう思おうと。 私がそれで揺らぐことはないけどな。